すごくちょっと待って、110って単月で、そうですそうです。え、編集の仕事だけで月100って結構難易度高いと思うんですよ。どうやって行ったんですか？ウェブハックスどれぐらいで終わりました？実際。いや、リアルに2日とか。そこからでも初月でなんだかんだ230いったんじゃなかったですか？はい、32万のエリア。それって資本主義におけるバグだなと。はい、どうもこんにちは、佐久木です。今回ね、受講生対談ってことで撮っていこうかなというふうに思います。受講生の高取さんとその部下清水さん呼んで動画撮っていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、軽く自己紹介と、ムービーハックの受講生なんですけど、動画編集始めてからどれぐらい経って、どんな結果を出したのかっていうのを先にお伺いしてもいいですか？高取氷河と申します。2000年生まれで今年23歳の。23歳？そうです。動画編集自体は2023年の8月にムービーハックスと青さんの案件獲得コンセプトコース。そうです。それを買って、で9月から案件を獲得し始めて、初月が32万円の売り上げで、その後も30、30、40、40くらいできて、5ヶ月目、6ヶ月目くらいに110、80みたいな感じで、累計で大体250くらいを半年間で稼いだみたいな実績になります。すごい。110って単月ですか？そうですそうです。編集上昇度入りました？完全にクライアントワークっていうか動画制作だけです。それはすごいな。めちゃめちゃ頑張りました。それは売り上げベースってことですよね？あ、そうです。でもちろん外注もしたから、最終利益で残ったのが累計で200ぐらい。利益がもっと少ないんですけど、売り上げが大体200兆円とか。なるほどなるほどなるほど。めっちゃいいじゃん。いろいろ深掘っていきます。ここから聞いていきたいんですけど、普通に動画編集のクライアントワークのみ、編集の仕事だけで月100って結構難易度高いと思うんですよ。どうやってきたんですか？単純に案件数増やしたのと単価を上げた、本当にそれだけで、特別なことは何もしていなくて、自分で編集はしていないですね。ディレクターとして下に回して、自分はクライアントに会いに行ってご飯食べるとか、紹介をもらうとか、連絡のやり取りをするとかで。怪しいな。それにしては痩せてるんですよ。ご飯を食べに行くレイヤーの体型じゃないです。僕はもうその時もっと太ってたんで。おかしいな。じゃあいきなりね、ディレクターになって100万とか言っても視聴者さんによく分かんないと思うんで、じゃあまず8月に受講しました。ムービーハックスどれぐらいで終わりました？実際リアルに2日とか。コンセプト変えようかな。たった2日間でお仕事可能レベルにとか。でも本当に平均3ヶ月みたいなこと、確か LP かなんかに書いてあると思うんですけど、一本一本が2分とか5分とか、その短さが魅力の一つだと思ってて、これだったらもう1日で学びきろうと思って、1日でバーって全部学んで2日目でポートフォリオも作っちゃうみたいな。マジですか？なので公式のLINE のサポートに2日目には僕、生ハムさんに添削依頼して、早くないですかみたいなのも言われて。生ハムさんも優秀だって褒めてました。あ、本当ですか？うん。生ハムさんの関連の人と仕事もしてますよね。生ハムさんの個人チャンネルも僕がディレクターとして入ってます。いや、だからね、ムービーハックスのいいところその1ちょっと挟んじゃう。講師がガチで見てて、しかも講師も結構編集者を求めてるので、結果出しちゃうとそのままそこと仕事ができちゃうっていう。で、その体現してますよね。某サービスは2日でどっか教室に行けんですけど、私は危ないでできちゃうのか、2日で。いいな。そっから案件獲得に行くわけですよね。はい。それは青くんと一緒にやってる案件獲得コース。それはどれぐらいで終わりました？どうしても青さんの返事が1日とか経つんで、その待ってる間は自分ポートフォリオ作ってとか、添削磨いてみたいなのをやってたんで、まあ、なんだかんだ1週間くらいはかかってますね。でも現状まだ9日しか経ってないと。そうですね、初案件獲得がクラウドワークスとかですかね。おー、王道だった。手当たり次第応募していって、特別な営業したとかじゃなくて、クラウドワークスの500円2000円みたいなやつも全部応募して返事返ってきて、仮テストみたいなやつが来るんで、それを1日中やってたみたいな感じで。なるほど。いや、僕突っ込もうと思ったんですよ。案件はどうせ身内から最初もらったんでしょみたいな。突っ込もうと思ったらちゃんとクラウドワークスでした。で、最初の案件は何件ぐらい応募して、どれぐらい反応があってみたいな数値で言うと。正直あんま数えてないんですけど、でも少なくとも100は絶対に超える応募数はしてて、そこから10、20とかくらいで帰ってきて、でテストに合格不合格がやっぱ出て、言っても2日しかやってないんで不合格になるところもいっぱいあったんですけど、合格したところから継続になったりとか。なるほどね。その合格で納品したやつを使って、今度は案件獲得コンサルの1回案件取った後って卒業生コミュニティみたいなのに入れるんで、そっちから今度は中心で取っていくっていうので、クラウドワークスはもう本当に初回だけで終了して、あとはコミュニティから取っていくっていうのをやっていきました。めちゃくちゃいい。こんだけ喋っててまだ合格から半月ぐらいの出来事ですよね。そうですね。最初の案件ってそんな金額高くないと思うんですよ、クラウドワークスだったら特に。そこからでも初月でなんだかんだ2、30いったんじゃなかったですか？はい、32万の売り上げ。そこの乖離、
この嘘を暴いていきたいんですけど半年間のここはこれはすごい一言で僕はもう答えがあって、うん、寝なかったんですよ。なんでやねん。もともと目的があってムービーハックスを買うからには受講生インタビューに絶対出たい。おそれがもともと買う時の目的っていうか理由で、別に無料でも学べると思うんですけど、結局今も生ハムさんの直属のディレクターになってたりとか、うん、こういう対談取れるのも買ってるからっていうのが大きいんで、うん、もちろんもちろん、これに出るためにじゃあ初月でインパクト出さなきゃって思って、じゃあ売り上げでみんな大体10万いったらいい方みたいなのを言われてたんで、30いったらすごくねって思って、寝るわけにはいかんなっていうのでひたすらやったっていう。なるほど、ね、やっぱ初月ってすごいよな。初月って一生使えますもんね。そうですね、すごいゲスなってあったらしく出てこないな。パトってギャラ飲みサービスしてます？聞いたことあります。あれで今までもらった勲章みたいなと、バレンタイン期間のギフトランキングとかいろいろあるんですけど、新人の勲章があるんですよ。それだけめっちゃ頑張る子とかいて、新人で勲章がつくといい子っていう印象がついて一生指名もらえるんです。うーん、だからそれに近いことをやってんだなっていうちょっと下水例えが出てしまってでも本当にそうですね、そういうことなんですよ。半年で30とかって言ってもあんまインパクトないなと思って、うん、そうなんですよ。だから結局若いうちにとか最初にっていうののインパクトって一生使えるんですよね。僕も大学生の時に月100ブログで行ってましたっていう実績と、でもこれが30歳の時に情報発信して100行きましたっていうのって凄さが全然違うんですよね。100行ってたのが大学生の時で、そこから単価の高い広告だけでお金稼ぐの違うなって思って今こんな理念持って授業やってますっていうストーリーを作る方が絶対に後々レバレッジが効いてくるんで、皆さんも同じ頑張るんだったら最初にこう密度濃く頑張ってほしいなっていうのはめちゃくちゃ思いますよね。コスパがいいので。寝なかったか。あとは寝なかったとはいえ1000円いくら積み上げても30にはたどり着かないっていう問題があると思うんですけど、そこに関しては単純に紹介先が最初は例えば3000円で受けたところがすごい優秀なんで5000円でお願いします、5000円で依頼するのも申し訳ないんで8000円払わせてくださいみたいなのも本当に気づいたらって感じで、正直交渉したっていうのもあんまなくて、だんだん気づいたら自分の単価が上がっていってて1万円超えるクライアントとつながったりで、一番いいな。1万円超えたんですね初月。あ、そうですそうです。初月のマックス単価いくらですか？1万5000円ですかね。すごいな。でも50分くらいの動画だったんです。それは確かに1000円で安いのも悪いな。ただそうは言っても15分尺くらいで1万3000円くらいのももらえてたんで、それが結構大きいですね。寝ずに編集したら理論上1日2本くらい納品できますもんね。そうです、1日本当に 2,3 本は毎日納品してたんで。やべえな。2ヶ月目3ヶ月目もちょっとペースを落としつつも同じような感じでディレクションに入って組織化をして100バンって超えたみたいな、 そんなイメージですよね。もう少し具体的に言うと、100超えるまで30、40の時はディレクターから案件もらってたんですよ。その理由が自分がしばかれることで直接クライアントとつながった時に迷惑かけないためにっていうので、あえて直のところは最初から行かずにディレクターの元でずっとやってて、で直に行ったタイミングで単価も跳ね上がって100バーンっていったっていうので、あんま案件数とか労力は変わってないですね。今どれぐらいですか？先月が89に一旦落ちて、今がちょっとまだ計算してないんですけど60ちょいとかかなとは思います。18日段階か。だって23歳よ。23歳でさ、月100稼いでって周りにいます？いないよね、さすがに。その下準備にかかる期間って言ったら1週間だったわけじゃないですか。バグよね。だって普通に月100王道ルートで行こうと思ったら、高校生の時にそこそこちゃんと勉強して、まあ、3年間死ぬ気でとまでは言わないけど1年間ぐらい結構本気で勉強して、そこそこいい大学入りの学費400万ぐらい使って第3で就職そこそこ頑張って、就職偏差値で60以上ぐらいの企業に行き、勤続年数10年でも600とかだからね、20年ぐらいかけて部長クラスまで上り詰め、それでも800から1000万ぐらいのレンジに行けたらいいよね。要は必要費やし期間が20年プラス初期の投資額600万とかかかるのが本来の世界線なんですよ。それをたった10万円、要はムービーハックスが7万で案件価格分析が確か4万で、セットコースが9万9800円なんですよね。プラスムービーハックス勉強するのに2日、案件獲得コース勉強するのに7日間の計10日間で下準備を終わらせ、そこからまあ多少ちょっと苦しい低単価時期があったとしても半月ぐらい寝ずに死ぬ気で努力したことによって100はいつでも稼げるという自信とスキルを身につけたわけじゃないですか。それって資本主義におけるバグだなとは思いますよね。おかしいですよねって考えると、もちろん本当に半月って大変だったんだけど、逆にその王道ルートに行く方が絶対大変だよなと思いますよね。これ見てる人もなんか高取さんってすごいんだな
とか私には無理だなって思うけど、でもよくよく考えたらコツコツ頑張って20年とかかけて年収1000万いってる人はいるにはいるじゃないですか。で彼のことを天才だとは思わないですよねと。で多分その努力値の100分の1ぐらいの努力値と100分の1ぐらいのコスト感覚で手に入っちゃうのがちゃんとこういう IT スキルを身につけるっていうことなんですよ。だから別に天才じゃないとできないわけじゃないし、もしそういうことに対して興味があるんだったら飛び込んでみる期待値はすごくプラスなんじゃないかなって僕は思います。これね僕危惧してたのが高取さんすごすぎるよってなっちゃうことなんじゃないかなって思って普段のポンコツ具合を暴露してもらおうと部下を呼んできたんで、その様子はちょっと次回優秀な感じにもめっちゃ出てるじゃないですか。でも多分ポンコツのシーンもいっぱいありますよね。ありますね。ですよね。なんかその声ちっちゃいの僕に対して突っ込む時とかここに対して突っ込む時はこの声の5倍ぐらい出てるよ。気をつけます、はい、顔も赤くなってるしそんな可愛い感じ出すなってって感じなんで、別に彼が天才だったわけじゃないよっていうのは伝えておきたいし、そこに対する道は切り開かれてるよっていうのは僕は常に言いたいことですね。じゃあ最後にちょっとお伺いしたいんですけど、もしこの講座を受ける前の自分とかにアドバイスできるとしたらどんなことを言いたいですかっていうのを、ね、聞いてて、もっと早く受けとけっていうのはやっぱ思ってて、どうしてもいつ始めたかって明らかにその後の稼ぎの幅が変わってくるので、まあそうですよ、もし僕が1年前に始めてたら今100とかそれどころじゃないと思いますし、少しでも迷ってるとか少しでも興味があるんだったらちょっとでも早くやらないと単純に損するので、うん、やってみてうまくいかなかったら別に言っても10万円なんで、はい、10万円損するっていうよりかは経験値に変わるだけだと思うんで、ちょっとでも早くやって、まあ、ダメなら切り替える、うまくいったら多分そのまま勝手に軌道に乗ると思うんで、ディレクターとしても優秀な人がいないっていうのは正直困っているところなんで、うん、はい、そういう意味でも早くやってほしいなとは思います、うん、本当にそうですよ。早くやりましょう。だって1年早くやって100万買ったら1200万ですからね。200万ってすごいよ。2年早めたら老後2000万問題も21で解決だからね。じゃあ今回ねお話にあった案件獲得コンサルムービーハックセットコース概要欄の方に貼っておきますんで、ぜひ興味ある人は見てみてください。で高取さん自体もねツイッターで結構発信されてるんで、なんでツイッターのリンクも貼っとくんで、この人いいなっていう人はフォローしてもらえたらなと思います。ということで次回は高取さんのポンコツ部分で私もできるのかなって不安になっちゃうんで、みんななんでそこちょっと掘り下げていきたいなと思います。一旦ね受講生インタビューはここで終わりにするんで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。